ャリフィットネスの吉山です。今日は私の甥っ子の素晴らしい動きを皆さんにご覧いただきたいと思います。子供の動きってすごいんです。今日は改めてそれを見ていきましょう。ご覧いただいたように子供の動きはある種完璧です。大人が何か教えてあげるとかっていうことは何も必要ないです。その時に最適な形をどん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 覚えていくっていうことを勝手にやってくれます。ただ一つ考慮する点として環境はすごい大事かなと思います。例えば好奇心が湧くようなものが近くにあるとか、いろんな動きが必要となる動画の中だったら少し高さのある段差のところだとか大きく足を踏み込まないと登れないようなところ、握らないと登れないようなところ、そういったいろんな環境があるとそれに適応してどん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 成長していってくれるかなと思います。ただその環境がないとその成長ももしかしたら、スピードは遅いかもしれないです。最近、公園の遊具なんかは昔私たちが子どもの頃と比べると、すごい種類も減ってるし危なくないようにって言っていろんな動きができるものが少なくなっているかもしれません。なので、意図的に子どもたちに遊ぶ場所を、少し考えて提供する必要があるかもしれないです。今の映像を大人が見ると子どもは体が柔らかいから何でもできるんだよっていうふうにおっしゃる方がいるかもしれません。だとしたらもともと子どもだった私たちが今体が硬くなってしまっているのは何でなんでしょうか。一つ考えられる点としては子どもたちのようにあえてダイナミックに体を動かしていない、動かさなくていい、よく例えられないパソコンのこういう姿勢ばかりをしているからこの姿勢に適応した体になってしまっている。いろんな動きをするために適応した体じゃなくてデスクワークをするだけの体になってしまっているから、要は環境が操作してしまっているっていうことが言えると思います。じゃあより動きたい人はそういった環境に身を置くしかない。より体をダイナミックに使うような環境に自分の身を置いていって体の質を変えていくしかない。例えばお家の中にすごい天井の低いところがあってくぐって移動しなきゃいけないとか、匍匐前進をしなきゃ移動ができない部屋があったりとか、
すごい高い階段が家の中にあるとかっていう風になったとしたら、すごい日常の中にその動きが入ってくるので、その動きがどん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 自分の中に定着すると思います。というかやらなきゃいけないので使うようになると思います。ただ実際問題そんな家はないし、そういった環境で過ごす人もいないので、定期的にジムに通って体を変えていくとか、そういった環境を用意する必要があると思います。大人、子供、どちらの動きにしても、すごいその人がいる環境っていうのはすごい大事です。ぜひそのあたり意識して、トレーニングを始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。意識は手を伸ばすだけ、遠くに手を伸ばす。